皆さんこんにちは、2代目大家の小宮です。今回は高利回りは狙うな、不動産小口化商品選び方のポイントというテーマでお話ししたいと思います。以前私が動画の方で不動産小口化商品の基本編という形でメリットデメリットと基本的な仕組みについてお話しした動画がありますが、今回はですね、そちらの応用編という形で実際に商品を選ぶ時のポイントについてお話をしたいと思います。基礎編の動画はですね、概要欄の方に、貼っておきますので、ぜひそちらをですね、全員にご覧いただいてから、この動画を見ていただくと、より理解がスムーズかと思いますので、ぜひご覧ください。それでは、行きたいと思います。本日のアジェンダはこちらになります。まず簡単に、不動産小口化商品とは何なのかというのを改めてお話をさせていただいて、その後、実物不動産投資との違い、要は現物の不動産ですね、投資との違い、注意点をお話をさせていただいて、それを踏まえて実際に不動産小口化商品を選ぶポイントについてお話をして終わりたいと思います。実際実物の不動産投資と不動産に投資するという部分では同じなんですけれども、不動産小口化商品という商品というところで言うと実は違う部分もありますので、そこのですね、注意点ポイントを押さえていただいた上で上手に資産形成に活用していただければと思います。早速、不動産小口化商品とは何なのかというところを簡単にお話ししたいと思います。不動産の小口化商品とは、特定の不動産を一口数万円から1000万円程度に小口化したものが不動産小口化商品になります。その小口化した口数ですね、は投資家へ販売されるという形になります。1棟だったり、1部屋丸々ではなくて、小口化した口数ごとに投資家に販売されます。そして、これが不動産の小口化商品ならではで、現物と違うところが、運用は投資家である大家さん自身ではなくて、特定目的会社という運用会社が運用を全部代行するという形になります。そしてさらに、賃料収入や売却益を投資額に応じて、つまり買った一口いくらという買った投資額に応じて出資者に分配するという形になっています。実物の不動産投資では、賃料収入や売却益というのは、まあ、基本的に一人のオーナーさんですので、全額オーナーさんに入りますけれども、小口化商品はいろんな投資家さんが小口化されたものをですね、まあ、一口あるいは二口という形で購入する形になりますので、その口数、投資額に応じて出資者に分配されるという形になっています。イメージとしては、株の配当や投資信託の配当を受け取るというところが、同じになりますので、そちらをイメージしていただくと分かりやすいかと思います。ここまで4つ文章にしてきましたけれども、ちょっと文章だと分かりづらいので、簡単な図にしてみました。左側に現物の不動産があります。実物不動産投資であれば、1棟もしくは区分で1部屋買う形になりますけれども、そうではなくて小口化商品は、例えばこの図で言うと3つに小口化したとします。3000万円の物件だったら3つに小口化すると一口あたりが1000万円という形になります。その一口1000万円あたりの不動産小口化商品を一番右側にいる投資家の方が取得購入をして、そして購入したものに対して家賃収入や売却益に応じて配当を受け取るというところの仕組みになっています。はい、基本的なところはこちらで簡単に紹介したとして、もう少し詳しい知りたい方は、先ほどお話しした基本編の動画を改めてご覧いただければと思います。そして、実物不動産投資のとの違い、注意点というお話をしたいと思います。まずですね、実物の不動産投資と違って、物件の維持管理空室対策といった、いわゆる賃貸経営に、大家さん自身が直接関わることができないというのが特徴になります。先ほどのスライドでも言いました通り、不動産小口化商品は、投資する投資家、オーナーさんではなくて、特定目的会社、いわゆる運用会社が運用するという形になりますので、運用と維持管理含めて、すべて特定目的会社、そして特定目的会社から、まあ、別のですね、管理の法人を立てるのが、まあ、細かく言うとそうなんですけれども、という形で、まあ、運用自体に、賃貸経営自体に大家さんかかることができないというのが違いになります。そして2番目が、実際に物件の管理方法や、その不動産小口化商品、物件の売却のタイミングを自分で決定できないという形になります。さらに3番目が、運用のプロが高値で売却できるタイミングを判断するんですけれども、実際に売却のタイミング自分で選べない代わりにですね、
特定目的会社のにいる分用のプロの方が一番高値で売却できるであろうタイミングを見計らって判断するんですけれども、まあ、必ずしも高い価格で売却できる保証があるわけではないというところが特徴になります。はい、ということで売却のタイミングを自分で選べないというところになるんですけれども、この2番目に戻らせていただいて、その管理方法も決定できないというのは、というところを少しもう少し補足しますと、実物の不動産投資であれば、物件を購入したら、例えば自主管理にする場合もありますけれども、管理会社に自分で委託すると、大家さん自身が委託する。管理会社どこにしようかというのも大家さん自身が決めると。そして管理会社とコミュニケーションを取って賃貸経営をしていくというところになりますけれども、不動産小口化商品の場合は、もう管理もこの特定目的会社、運用会社が指定したですね、管理法人に委託してやるという形になりますので、まあ、自分に大家さん自身がですね、自分で決めたりすることはできないということが注意点になります。そして4番目、ここは収益に関わる部分ですけれども、実物の不動産投資よりも価格は割高で利回りが低いというのが特徴になります。基本編の動画でもこの辺お話ししてますけれども、実物の不動産投資だと、例えば5000万円の物件があってですね、現物で買うとしたら5000万円で買えるとします。ただ同じ5000万円の物件を小口化商品として買おうとすると、例えばそれを5口に分けた場合、5000万円だから1口1000万円というわけではなくてですね、実際は1000万円よりも高い一口当たりの価格で販売していることがほとんどなんですね。なので、実際には単価で言うと、一口当たりの価格を実際の現物で買った時の価格に割り戻すとですね、実際割高になるという形になります。つまり、物件の価格が割高になるということは、利回りが現物の不動産に買うよりも利回りが全体的に低くなる傾向になります。理由はですね、たくさんの投資家さんを集めて、いろいろこう管理コストとかですね、特定目的会社、運用会社の運用コストとかいろんなコストがかかりますので、そういう部分をですね、その一口当たりの価格に乗せていかないと、運用がうまくいかない場合もありますので、そういうところも踏まえて、まあ、価格が現物よりも小口化の方は割高になっているというところが特徴になります。はい、そして5番目は、不動産小口化商品は、投資したら満期まで、最後まで保有するのが原則になっています。中途解約はできるんですけれども、安値買取となり損をするというところが多くなっています。中途解約が場合によっては最初の何年間はできないというような契約になっている小口化商品もあります。で、中途解約をするとですね、安値買取となりとなるんですけれども、基本的に元本割れという形になります。つまり、一口1000万円で不動産小口化商品を買って、いや中途解約をしたいよという場合になると、1000万円以下の価格での買取になります。900万円とか、まあ、950万円とか分かりませんけれども、元本より低い価格になりますので、結果的に中途解約すると損してしまうというケースがほとんどになります。これが実物の不動産投資であれば、自分自身、大家さん自身で売却のタイミングを選んだりとか、売却の仲介を頼む不動産会社さんを選んだりとか、まあ、いろんな何年で売却するとかっていうところもですね、まあ、自由に決められると思うんですけれども、不動産小口化商品はですね、基本的に満期まで保有するのが投資として成り立たせるような原則になります。で、大体どれぐらいの年数かというと、まあ、一般的には長くても10年というところが一般的になっておりますので、大体それぐらいが目安かなというふうに覚えていただければと思います。はい、ということで、これらのことから何が言えるのかというお話をもう少し突っ込んでさせていただきますと、まずですね、空室リスクが高い物件、例えば、立地が悪い物件であったりとか、何か条件が悪くて空室リスクが高い物件というのを小口化商品は、実際に利回りが大きく、当初のですね、想定の利回りから大きく利回りが下がる可能性があります。というのも、例えば空室リスクが高い物件でも、現物の不動産投資であれば、皆さんが賃貸経営に直接関わることができますので、いろいろ空室対策をしたりとかですね、管理会社といろいろこう試行錯誤やり取りをして、賃貸経営でうまく創意工夫していくことができるんですけれども、不動産小口化商品は、大家さん自身、投資家自身が賃貸経営に一切関われませんので、まあ、そこがですね、自分自身で創意工夫、コントロールができないというところで、利回りが下がる可能性があるというところを押さえていただければと思います。もちろんですね、不動産小口化商品でも、特定目的会社、運用会社、プロの方が運用しますので、その辺はですね、なるべく空室が発生せず、安定した稼働率を保ってですね、ちゃんと投資した方に配当ができるようにやってはいくんですけれども、現物の不動産投資と違うところで、大きく利回りが下がる可能性も
現物に比べると高いのかなというところが特徴になりますので、ここを注意していただければと思います。そしてですね、次が将来売却価格が大きく下落する物件、下落する場合は満期時、この不動産小口化商品の投資が終了する際に元本割れが発生する可能性があるという形になります。例えばですね、築古の物件であったりとか、今申しました通り立地が良くない物件というのは将来価格が大きく下落する可能性がある場合があります。その場合は満期時にですね、売却益ではなくて売却損が大きく発生してしまう場合があって、まあ、その場合にですね、結果的に保有中に配当は受け取ってたんだけれども、売却時に売却の損失が大きく発生して、その損失が大きくて元本割れが結果的に発生する場合があります。で、実際のところはですね、この売却時に損失が発生した場合は一定の損失額まではこのファンド蘇生会社といいまして、不動産小口化商品をですね、蘇生作るときにですね、小口化の商品を買っている投資家さんと共同で出資するような形でファンド蘇生会社というものが共同で出資をしまして、そのファンド蘇生会社がですね、一定の損失額までは負担をして、この投資家さん自身にこの売却損が影響しないようにしてくれる場合もあるんですけれども、そこの一定額想定以上出てしまった場合は投資家さんの元本が毀損する可能性が出てきますので、そこもですね、商品を選ぶ際には注意していくポイントになります。そしてさらにですね、この収益構造という部分のお話をすると、収益構造は実際現物の不動産投資も不動産小口化商品も不動産というものに投資するというものでは同じです。なので収益は物件から家賃収入を得て管理コストを引いて手残りが残るというところは同じなんですけれども、投資商品という目線で見るとですね、不動産の現物に投資するのとは違って、どちらかというとリート、不動産投資信託とほぼ同じ形になりますので、リートはですね、不動産型の投資信託に投資をして、そこに対して配当を受け取るという形になりますので、最初のスライドで説明した通り、配当を受け取るという部分に関しては、まあ、商品の仕組み的にはですね、リートとほぼ同じになるのかなというところを押さえていただければと思います。はい、そして最後に不動産小口化商品を選ぶポイントということをお話ししたいと思います。まず一つ目は目先の小売回りにつられないというところですね。そしてなるべく稼働率が安定する物件を選ぶというところですね。利回りが多少低くても、例えば都心のですね、駅地下とかですね、稼働率が比較的安定しやすい物件を選ぶというところをお勧めしています。つまりどういうことかというと、高立地、今言った都心の物件とかですねを選ぶというところが、投資としてはですね、リスクをヘッジしやすいと思います。そして、まあ、実物不動産も小口化もですね、まあ、不動産はやはりこう立地というものが良ければ良いほど、こう非常にですね、賃貸経営もしやすいアドバンテージがありますので、立地というところをですね、小口化商品を選ぶ際も現物の不動産と同じで、立地をしっかり見ると、対象の不動産の立地がいいのか、悪いのかというところをちゃんと見た上で判断するというところが重要になってきます。そして3番目ですね、最初の方にもお伝えしました通り、不動産小口化商品というのは実物不動産投資と違って賃貸経営には一切関われないですね。なのでもしですね、賃貸経営に関われない分、もし小売回りを狙うんだったら賃貸経営に一切関われない分、ある程度のリスクもですね、負うというところは皆さん自身で理解していただければと思います。基本的にですね、投資は小売回り、ハイリターンを狙うんであればハイリスクですし、ローリスクにするんであればローリターンですし、ローリスク、ローリターンか、ハイリスク、ハイリターンというのが投資としては基本ですので、なかなかですね、ローリスクでハイリターンの商品というのがあったらですね、もう皆さん、誰でも、ね、買いたいと思うような商品で、誰でも儲かれますから、まあ、そんな甘くないということですね。まあ、そこを押さえていただければと思います。ですので、まあ、小口化されている物件選びは、実物不動産と同じ目線、例えば立地がいいのか悪いのかとかっていうところで、しっかり不動産の実際の投資と同じ目線で選んでいただく必要があるんですが、一方で投資商品としての特徴は投資信託やリートとほぼ同じですので、現物の不動産投資ではこの上の視点だけでいいんですけれども、不動産小口化商品を選ぶ際は現物の不動産投資を選ぶ目線と、この投資信託リートというこの投資商品としてどうなのかという目線とですね、両方の視点から商品を選んでいただくと良いかと思います。ですので、まあ、こんな方におすすめかなというところになります。
まずですね、実物不動産を当初行う、自己資金とか、融資属性がない方、実際に実物、現物で不動産投資をするっていう場合は、自己資金がある程度必要になりますし、物件価格も高額ですので、自己資金もしくは、ある程度ですね、融資の属性、年収が一定数あるとか、預貯金があるとかっていうことがないと、実際に物件買うことができませんので、そこがなかなかどうしても難しいなと、またはあまりリスクを取りたくないなという方は、不動産国家商品投資に向いているかなと思います。なので、今お伝えしたところに少し関連しますけれども、少額低リスクでまずはですね、不動産というところに投資をしたい方というところもお勧めになります。はい。ただ、少額で低リスクだから安心というのではなくてですね、今申しました通り、商品を選ぶポイントというところを押さえた上で始めていただければと思います。はい。またですね、少額から相続対策をしたい方ということで、不動産小口化商品は、任意組合型と特定組合型という商品がありまして、この任意組合型という、不動産小口化商品ですと、相続対策に活用できるというメリットがあります。詳しくは基本編の動画でもお話ししてますので、そちらをご覧いただければと思いますが、不動産小口化商品はですね、よく相続対策に使われる場合もありますので、相続対策等を検討している方はですね、不動産小口化商品というものも、ぜひ選択肢に入れていただければと思います。今回のお話は以上となります。ありがとうございました。